徳のギルド、星さん。主人公は超一流狩人の20歳のオス。そのオスが、友人が結婚したという報告を受けてから、自分はこの20年間何をしたのだろうか？青春らしい青春イベントなんか一切ない、メスにもモテないしということから燃え尽きてしまい狩人を引退しようとしたが、腕利きの狩人を失いたくないギルドは可愛いメス獣人が入ったからというキャバクラのキャッチみたいなことで、新人の育成をお願いする。そのメス獣人はひたむきちゃんと呼ばれるメインハーレム1であり、特技はモンスターにラメイされることで薄い本を厚くするというパッシブ持ちのデコイでしかないというそれなんてエロゲのような展開の漫画。この漫画のディモールとベネな部分は、ラノベ体質の主人公のために、なぜか主人公の周りにはノンケの人族のオス好みのキャラデザのポンコツなメスが集まり、さらにはなぜか鎧や服だけ溶かすスライムみたいなモンスターが頻繁に出現するというモンスター×獣耳のような実用書。こんな感じで、ハーレム候補のメスたちは全員ポンコツで、しかも薄い本を厚くすることに特化したヒロインたちなので、モンスターが良い感じに本を厚くしたところを無敵の主人公が助けるというノンケの人族のオスの実用書。実用場面の作画がクソ気合が入っているしよくわかっている。内容はコメディと実用という感じのとても笑える漫画。もしかしたら深夜枠でワンチャンアニメ化もありえると思ったらアニメ化した作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしく。